こんにちは、角川スキー総研の遠藤です。今日作るのはですね、これですね。富士通が1989年に発売した FM タウンズ、これを作っていきます。FM タウンズは国産で独自アーキテクチャで作られたパソコンの代表的なものの一つです。これで育ったという人も多いと思います。僕自身もパソコン雑誌のデスクとしてバリバリ現場をやっていた頃なので、とても懐かしい。タウンズってみんな呼んでましたよね。時代背景としては IBM PC 互換機が世界的には市場を席巻、日本の国内は NEC の PC9801 が一強という時代ですが、1987年にアップルがマッキントッシュ2を発売、ビデオに強いアミガや音楽に強いアタリ ST もあって、パソコンがクリエイティブ分野にどんどん入っていた時代でもあります。そんな時代の空気に即応して、世界初とも言われる CD-ROM ドライブを標準搭載、豊富な AV 機能とともに登場したのが FM タウンズでした。発売時のキャッチフレーズはハイパーメディアパソコン。FM タウンズはゲームもやれるし、別売りの MS-DOS を入れれば一太郎やロータス 1,2,3 も使えた。しかしやっぱりこのマルチメディア機能とですね、教育的なソフトウェアも走らせることができる、このコンセプトと位置づけが極めて画期的でしたね。しかもインテルの80386という当時最先端の CPU16MHz を搭載、当時のパソコン市場の中ではハイスペックなんですが、価格が33万8000円からというのは破格のお値段でした。 FM タウンズの2年前にはシャープから X68000 が発売されています。同じホビーホームユース向けなんですが、 X68000 はハイスペックなゲーム PC という感じでしたよね。それから自分でソフトをゴリゴリ書いちゃいたいという人たちのマシンというイメージが強かった。全く違った性格のマシンなところも面白かったですよね。デザイン的に見ると FM タウンズは本体が奥行きが最も長くて40センチもあるんですよね。顔とも言える CD-ROM ドライブは本体の前面ユーザー側に開くようになっていたんですよね。ボタンを押すとゆっくり開いて上からセットする。今回はマウスをつけた状態で作ってますけど、マウスは円形でしたね。それからゲームパッドも標準についてきました。逆にキーボードは別売りで JIS と親指シフトがついてました。別売りといえばタウンズ OS と操作環境であるタウンズメニュー、それからタウンズギアなどのソフトも興味深いものでした。タウンズギアはハイパーカードのようなオーサリング環境で、このマシンがどこを目指していたかを象徴しているようなソフトです。ということでできました。時代はね、この後 Windows 一色に変わっていくんですけれども、 FM タウンズが登場した1989年のタイミングでは極めて野心的なマシンとして作り上げられたのはすごいと思います。今回実は苦労したのが色なんですよね。僕タウンズの色ってもうちょっと青みがかってた気がするんですけど、一度それで作ったらみんなが違うって言うんですよね。パソコンの色なかなか微妙なものがあって難しい。ということで来週も作ります。見てください。